出発地点は金沢八景駅です。ここから朝比奈の切通を抜けて鎌倉アルプスへ向かおうと思います。これはシーサイドラインかな。いや、今日はここからスタートです。とりあえず国道16号線に出てしばらく右です。はい、横浜横須賀道路の朝比奈インターの入り口の看板が出てきました。朝比奈インター、ここが三浦交差点で環状4号線の方に向かって右折していきます。あそこですね、環状4号線です。はい、ではお待ちいたします。大東小学校ですね。まだひたすらまっすぐです。この辺はこういう地形なんですね。これバナーパッケージですね。どこにあるんですかね。そこちょっとお地蔵、俺がお地蔵さんの顔に見えるのか。あ、そういうことか。パトカーと、お、2台神奈川と、お、次の車3台だ。これ今川崎ナンバーだ。あ、違う、まだいる。何なんでしょうか。今度は川崎ナンバーです、ね、パトカー4連ちゃんと思ったらまだ来ますよ。これ横浜ナンバー。これは相模ナンバー。交通警察の制服着てますね。あれ、神奈川県警のパトカー集団まだ来ますよ。この次まだ後ろ2台。これは相模ナンバーで、後ろ横浜ナンバー。まあ、交通機動隊っぽいんだよね。まだ来た。なんかあるんですね、警察官が。まだ来るね、もう切れないからやめましょう。この道もうちょっと行くと上佐之助さんの塔があるんですよね。佐藤浩市さんのそうです、ここです。鎌倉殿の13人で非業の死を遂げた上佐之助さんの石碑です。新しいですね。なんか出てきましたね。正確に朝比奈切通って読むの。ここを渡って左に入るって言ってますね。この環状4号線のこの標識がある。左に入ります。だね、朝比奈はとにかく坂すげえんだよ。朝比奈町内会、はい、予告通り心臓破りの坂が待っています。あの坂を登っていきます。上に通ってる道はあそこは横浜横須賀道路ですね。はい、ではいよいよ山を越えます。はい、出てきました。切り通しの入り口ですね。ここは周り工場ですけどね。朝比奈切り通し、
ましたね。で、こっちは入り口です。相変わらずのこの特徴的な岩があって、ここです。ここ下も岩ですね。これはもう岩盤なのがね、一枚だね。ていうかこれあれか、コンクリートで固まったのか。あ、いや言わない。ここが横浜横須賀道路のくぐるところですね、はい、すごいですね。これは落石注意って書いてあるんですけど、いつも思いますけど、落石注意というのは何を注意したらいいかってね、上から落ちてくるのを注意しようってじゃなくて、下に落ちてる落石を注意しようっていうことらしいですね。落石注意っていうのは結構急な道ですね。堤防を抜けると今度は石畳の山道ですけど、これも結構こたえますね。さすがに山道なので、普通の街中の時期を歩くのとわけが違います。結構ですね。熊野神社があるのです。左に行くと熊野神社ですね。さあ、まだ続くよ、これ。移動しながら、大した山じゃないだろうと、坂を切ってたのが間違いだな、これ。まあ、一番上かな。上がるかな。なんかいい感じでした。あります、ね、あ、横浜って書いてあるんだ。すごい古い地図で横浜市と書いてある。ここは神奈川県と書いてあります。ここがどうも横浜と鎌倉の市境みたいですね。いや、いよいよいざ鎌倉攻め入るのか守りに入るのかどっちなんでしょうね。こういうのも鎌倉時代に利用でしたんでしょうね。はい、ではいざ北条高時を打ちに行きますか。岩をくり抜いたところに墓とか石碑があるのかな。プランの木刀です。一応ヤグラって言いますけどね。これ今の普通の現代のお地蔵さん入ってきます。こんなものを見られるんですかね。なんかの墓かな。こういう風に、ね、切り抜いたんですけど、雨降ったわけでもないけど、ぬかるんでるだけです。深水。これはでも歩きにくいです。下りが気をつけましょう。特にこう岩場です。そうですね。川ですね、実際ね。こう、おまけに浸食した後まで残ってるんだから、ずっと流れてるでしょうね。今降りてきたところはこんな感じですね。はい、これは実質小川ですね。川ですね。ぬかるんでるだけですからね。時間ないですね。これはあれですよ、ちょっとした滝ですよ、これ。ねえ、ずーっと下ってきて、いよいよ本物の川になりましたね。そっち側との合流地点、
あ、これ川ですよ。多分川の名前があったと思う。一体何年流れ続けたらこういう浸食をするんでしょうね。この穏やかな水の流れでこれだけ掘ってんですよね。ほら。ということでですね、この先この辺に3本長木が立ってますが、あそこまでで朝比奈の切通しは終わりになります。最後はこんな感じです。これが朝比奈切通しの鎌倉側の入り口ですね。滝が流れてます。綺麗な水ですね。で、石碑はここにあります。今読まないで。ここが第2チェックポイント。朝比奈の切通しからちょっと行ったところ、ここに立ち洗い水っていうのがあります。これ梶原さんのですか。こんな感じです、はい、さあ舗装路に出てきました。しばらくは一般道です。やっと川の名前が出てきた。そのままです、立ち洗いが。そしたらですね、峰本さんの手前にあるこの細い道を、これも川なりに入っていきます。ですぐ小さい橋があるのでここを渡る。鎌倉アルプス全体的にそうなんですけど、なんせ住宅地の中を歩くんですよね、結局。だから民家の中なんであんまり騒いだりしない方がいいね。ここにも地層が見えてますね。こっちの入り口はここですね。鎌倉アルプスの入り口という感じだね。花が出てるわ。手入れされてるんだね。畑を見ると今度は竹林です。前の台風でダメだったとこだけあって、倒木の気配が結構ありますね。この辺も倒れたんでしょうね。あれも思いっきり倒れてる。ここすごくいったな。これの声、なかなか水としては厳しいことは厳しいかな。ちょっとぬかるんでる上にちょこちょこ倒木もありますしね。で、歩きやすいって感じじゃねえな。もう地元の方が手入れしてくださって、寄せ入れ本当にぬかるんでダメなとこには木が置いてあったりなんかしてなんとかなってるんですけどね。だんだん道なき道の様相ですね。ちょっとあれだね、北釜の方の鎌倉アルプスとは全然様相が違うね。これなんかもう獣になったよ、気分だね。ウォーキングじゃないですね。本格的な登山だね。
はい、今登ってきたのから先はここです。はい、それでは今の分岐を随泉寺方向に歩いていきます。さすがにこれは庭園コースのメインなので人が多いですね。結構人歩いてます。随泉寺方向こっちです。さっきの登ってくる時と比べたら雲泥の差で歩きやすいね。建長寺は半身、建長寺に行かないね。随泉寺こちらですね。道が狭いね。気をつけましょう。なんか竹が割れたんだか落ちたんだか、そうですね。ちょっとここから手使えないと危ないのでカメラだと思います、今手を使わない通りと来れないとか言ったのはここで、そのね滑る砂岩のところを下っていくわけです。はい、これで随泉寺側に降りていくのかな。だいぶ道が遠のった階段です。はい、今入っていきまして、これが標識、これがコースのマップですね。今ここにいまして、これから暗走道を行きたいと思いますね。まだ今来た道を戻っていきます。こんにちは。こんにちは。庭園コース、フルコースになってしまいました。振り出しに戻ります。ここから間違えましたね。なぜかこう書いてあるのに庭園に行かないでこっち行っちゃいましたね。残念です。ちょっとした獣道ですね。これ、この山には結構リスがいて、今いたんだけどいなくなっちゃったな。結構ねこの山リスに合うんです。結構人も多いですね、やっぱ庭園コースはね。これ人が映らないように撮ってるだけで結構いるんですよ。なんか書いてあります。ご一門、なんかあるんですね。道が狭い上に切り落ちてるんで、でおまけにこの滑りやすい岩なんで結構気をつけてください。ちょっとずるっと滑ると落っこちゃいます。こういう岩がね滑りやすいんですよ。すれ違いとかね結構危ない。回復維持とありました。ちょっとここ登ってく記憶はもうないな。結構急登ですね。この辺庭園まであと 300m、 なかなか出てこないな庭園。もうすぐ庭園だと思うんですけど、なんで庭園の下にあるっぽいんですけどね。なんか石が、石碑がなんとか像って書いてあるんですよ。後で調べてみますけど何なんでしょう。昔この辺に何かあったのかな、ね、はい、じゃあ庭園に戻ります。庭園に着きました。左鎌倉、右横浜だ。
ここが横浜最高地点です。特に何もないですね。はい、それでは庭園から北鎌倉に向けて歩いていきますが、あとはもう下りだけでしょうね。若干足元悪いとこありますけど、で歩いていきます。本当あの庭園と北鎌倉間は本当整備されてて歩きやすいね。さっきは本当獣道でしたけど、まあ、ちゃんとした整えられてるもんね。庭園のハイキングコースの中にゴルフ場がありますよ。向こうには横浜の街が見えてるのかな。ランドマークもかろうじて見れてますね。見晴らしは一番いいな。さあこっちが海側の展望です。向こうに見えてるのが鎌倉ですね。ちょっと霞んじゃって見えないけどね、鎌倉と鎌倉の海が見えてますね。はい、さっきは横浜側でこっちは鎌倉側ですけど、霞んだよね。しょうがないけど、なんかさっきの展望見た後にもう下りそうなもんだけど、あそこ登らなきゃいけないっていう、あの上からの展望もあるみたいだね。山頂、はい、ではあとは下ります。下りが一番危ないので気をつけましょう。こういうとこをねなってくんですよ。はい、ね、これ右側を掘ってからです。気をつけましょう。いろんな人とすれ違います。本当人多いね。さすが鎌倉、喉が枯れてきた。降りたら生ビール飲みたいんですけど、北鎌倉にそれっぽいお店あったかな。もうそれだけで歩いてますね。なんか橋があるし、橋を渡ります。そのまま出てる。そうですね。ここが県庁上空の脈々で、今泉台の一丁目入り口がこっちですか。今日はじゃあ県庁じゃなくてこっち行きますか。そう、着きました。6丁目じゃなくて4丁目で降りますんで、まだこっち行きます。ちょっとね、次の降り口でいいやなんつったらすごい道になってきちゃって、さっきのとこ降りちゃってよかったかなぐらいの道ですね。すごいとこに入り込んじゃいました。何しよう、これはカメラの上で上がれませんので、このロープを使って上上がります。これ、ね、ここも最後の最後で結構難所なんだよね。どっちが正解ってことはないんだけどね。ここが実質的な北鎌倉側の終点の県庁寺の上です。半層門見てみましょうかね。こっち側は配管料取られるので、今日は別の降り口から降ります。県庁寺が見ています。
はい、ではカメラがバッテリー切れたのでもう一台のカメラで行きます。今回は建長寺側じゃなくて今泉台4丁目分におります。これですね。あと 200m だ。降りていきましょう。あ、横にフェンスが出てきたらね、もうすぐ終わりですね。長かったな。はい、やっと来ました。今泉4丁目あとはもうここ下るだけです。なかなかきついコースだったな。北鎌倉駅まで歩くだけです。山コース終了。住宅地の中ではありますが、こういう看板が出てますね。これの左ですね。また出てきましたね。これは右側行くそうです。明月院通り。西川コーヒーさんありますね。このコーヒー美味しいです。上でやってるんですけどね、ほんとこういう櫓があちこちにあるんだよ。鎌倉は掘ってるんだよ。おまけにこれ中で枝分かれして、ああこれも山ですよ。こっちが明月院で、ここを右に行くと表の参道ですね。では北鎌倉の踏切を渡ります。はい、それでは今日の最終目的地北鎌倉駅ゴールです。やっと着きましたね。